道札幌駅の高架化に伴う旧地上駅や土地の再開発事業により建設した駅ビル札幌駅1階の東西にあるコンコースと一体化した形で地上1階と地下1階に大きな通路を設けており東コンコースより東側をステラプレイスイースト 西コンコースと東コンコースの間をステラプレイスセンターとしているステラプレイスにはファッションやヘルスビューティー関連の専門店レストランやカフェなどの飲食店シネマコンプレックスなどがある外壁の正面中央部には北海道出身の彫刻家デザイナーである五十嵐竹雄による 星の大時計を配置しており、大時計の外壁下部に貼られたソーラーパネルを動力源にしている。2005年に札幌ステラプレイスを運営する札幌駅南口開発がアピアを運営する札幌駅地下街開発、エスタを運営する札幌ターミナルビル、パセオを運営する札幌ステーション開発と合併し、札幌駅総合開発に称号を変更した。 B1 回1回4回中には5回6回。ありがとうございます。